はい、百名城宇前小倉城に来ています。ここはね、毎回来るんですけど、ちょっと今日天気が悪くてね、風強いんで、ちょっと動画も動きながらにしますけども、固定でもかなり風でさっきも飛ばされそうになったんで、三脚もちょっと弱々しいのしか持ってきてないんで、使えないんですけど、朝の小倉城いかがでしょうかね。ちょっと後ろが真っ黒い雲で、ちょっと雨がね降ったりしている状況ですけども、この堀とねセットで、ここなかなか撮影も入らないんでね、広角使うしかないんですけど、立派なお城ですよ。復元なんですけども、非常にこうなんかちょっと南蛮じゃないですけど、異国の情緒もあるような、小笠原忠真公が築いたと。忠真公に関しては話してますけども、まあ戦国寄付を持った最後の武将なんですけども、まあその近世大名としてもですね、立派にこう城下町なんかは作られてですね、まあ、その今日の小倉の基礎を築いたと言っても過言ではないということで話をしたんですけど、ちょっと庭園側の方から今ね見てるんですけど、ここは真横というか、正面はあの反対側の方なんですけど、まあ、こちらでねよく写真撮られてる方が多いんで、ここが正面だというふうにもちょっと見受けられるんですけどね、まあ、裏側というか外側になりますけどもね、立派なお城です。堀も深くていいですね。石垣も素晴らしいですし、またねこういう石垣だけを見るというわけじゃないですけど、立派な建物があって非常にいいと思います。小倉城の天守でした。